ていると言われて一番嬉しかった有名人、あ、また嫌だった有名人も教えてください。これは一択ですね。一人しかいないです。みんな分かりますかね。ここから下で、私実はもう昔からこの人しか言われないっていう人が一人いて、あと竹内優子さんですね。本当によく何か言われるんですけど、今すっごい嬉しいです。なんか本当に綺麗だし、昔ですね、中学高校の時から本当に言われてたんですね。やっぱりこうちょっと嫌だったかもしれない。大体そうじゃないですか、こう似てるねって言われる芸能人で、あんまりこう納得のいく経験って皆さんないと思います。あ、嬉しいっていうよりかはなんか、そうかなみたいな感じなんですけど、まあ、なので竹内優子さんが昔は嫌だって、でも今はめっちゃ嬉しいっていう感じですかね。一般的にダメだとされている男性を可愛いと思ってしまう女性の気持ちは分かりますか？分かりますね。これは分かります。ダメンズっていうことですよね。と優柔不断だったりとか、代表的なので言うと歌とか自分のポエムとかしちゃうみたいな感じですかね。そういうイメージがある。私は可愛いというか好印象です。もし私のためを思って知ってくれてるみたいな風に思うと、例えば詩とかも自分のために書いてくれて嬉しいし、優柔不断とかっていうのも自分が決められないから、じゃあ君に決めてみたいな感じで私に選択権をくれる。全然ありです、それも。だから可愛いというか普通に好印象ですね。体験は何歳の頃ですかと。また印象に残った出来事を教えてくださいですね。初めての時は確か高校2年生、16、17ぐらいですね。その時に確か相手の家だった気がします。お互いに初めてで、何ですか、初々しいというか感じでこうことが進んだんですけれど、その後終わった後もなんか、あみたいな、やってしまったねみたいな感じで、すごいなんか終わった後も緊張してたのを覚えてます。帰る時に向こうのうちは彼の部屋があって、リビングを通らないとこう玄関に行けないような作りだったんですね、家が。その時に向こうのお母さんとちょっと初めて挨拶して、あ、お邪魔してますって言った時に、何にもこう向こうには多分バレてないはずなんですけど、なんかすごい挙動不審に二人ともなってたことを覚えてます。ただ今考えてみたら、ちょっとその二人の挙動不審な態度からお母さんがちょっと、察してたのかもしれない。この子たちもしかしてみたいな、かもしれないですね。そういう経験を覚えてます。甘酸っぱい。はい、というわけで女子部屋でした。もし気に入っていただきましたら、チャンネル登録と下のコメント欄にてご質問とかどしどしいただければよろしくお願いいたします。